本日は皆さんにとっても嬉しいご報告が。アリンコ、本日11月23日、はい、トモヤの誕生日に、おトモカホチャンネル第4弾のグッズを販売することになりました。やっとできたね。ね、かかったね。かかった、うん、一番かかったね。一番かかった今までで、うんうん、実は結構 Twitter とかあと YouTube のコミュニティとかでは、うん、こんなもの作ってますよみたいなのを言ってたんだけど、うん、やっとそれがね完成したということで、そうそう、今日は皆さんにねお披露目したいと思います、はい。じゃあ今回どうだった？今までの中で一番本格的だったからさ、そうだね、うんうん、何回も話し合いとか連絡とかもずっとしてて、うん、ずっとしたね。もうなんか頭がいっぱいね。ね、もうずっとさそれしか考えられないとかっていう時期も結構あって、そうそうそう、うん、今回はまたミリ単位でねいろいろ考えたりしたのでね、うんうん、楽しみだね。みんなに見せるのが、みんなの反応がすっごい楽しみ、うん、やっと言える、やっと言える、本当に。今回はねなんと2つ作りました、うん、2種類作ったのでそれを今から皆さんにお見せしたいと思います。はい、じゃあ早速、うん、来ましょうか。来ますか、はい、そうですね。1つ目がこちら、はい、じゃーん。こちらは、うん、忘れんぼリスのどんぐりフーディーです。おー新面だね。そうだね。今までうちらはグッズに動物をね絶対どこかに入れてるんだけど、うん、その動物ってその動画で、うん、何々してる動物っていうお題で即興で絵を描いてそのできた動物をグッズにしてたんだよね、うん、これまで出てきたのは、うん、逆立ちの羊とか空飛ぶコアラとか、うん、体育座りのパンダとか、ね、あ、そう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 、そういう動物をモチーフに作ってます、うん、でこの子は、うん、本当初登場なんですけど、うん、インスタグラムで、うん、このリスどっちが描いたでしょうってみんなにアンケート取ったら、うん、2対1くらいで、うん、カホの絵だっていう動画が多かったんで、うん、まあ、この動画で発表しようと思って、はい、このリスを描いたのは、はい、トモヤです。あれ、じゃあ僕がカホの画力に追いついたってこと？じゃあ、じゃあ正式に言うと正式に言うと、トモヤが描いたリスはこんなに可愛くなかった、うん、今回はね、その描いてるところを動画にはしなかったんだけど、そうね、2人でめちゃめちゃいろんな動物を描く日みたいなのを作って、そうそうそう、で、めちゃめちゃなんかちょっと怖いリスをトモヤが描いたの。でもなんか妙にそれが目を引くというかね、そう、なんかそこに目がいっちゃうみたいな、これなんかいいね、うん、ってなんだよね。その原画がこちらです、うん、はい、もうあんま覚えてないけど、ね、え、嘘、俺でしょ、女だったよ。違うよ、もっとなんかねギョロッとしてただから正式に言うとトモヤが描いたけど、うん、ガオが色付けと形の修正を行って生まれた、うん、そうですね。でまずね、この1個目はフーディーにしました、うん、やっぱフーディーは欲しいよねっていう。いや、フーディーって言葉を最近知ったんだ、うんうん、そうそうそう、パーカーじゃないんだ。パーカーでもトレーナーでもなくて、うん、これはフーディーです。はい、フーディーです。もう可愛くない？これやばいくない？超可愛いよね。この距離でもさ、うん、可愛くない？こだわりの詳細とか一個ずつ喋っていこうか。そうだね、うん、まず今回はこちら二色展開です、はい、今まで二色展開っていうのはやったことがない。そうだね、うん、確かに初めて。色はこちらがベージュ、うん、はい、こちらが黒に見えるかもしれないんだけど、うん、黒じゃない、墨色です。墨色、え、本当の色はチャコールって色なんでしょ。墨色墨色って感じがするじゃん。そうだね、墨色だね。黒よりもうちょっと薄い黒っていうか、うんうん、グレーっぽいような黒って感じだよね。濃いグレーみたいな、うん、でこの2色も、うん、うちらがそれぞれ選んだんだよね。そうね、まあ、ベージュのやつがすごい欲しくって、うんうん、結構さ、ベージュ着やすいじゃんっていろんなベージュのサンプルを見せてもらって、うんうん、で、ともやは、いや黒でしょみたいな感じになって、いや黒は必要でしょっていうね。そう、でも黒にもやっぱいろいろ種類あるじゃん。 それ見て、うん、これめっちゃいいじゃんってなって ね、そう、やっぱなんといってもワンポイントのここのリス刺繍、ね、これ気になっちゃうよね、うん、見た時ほんと感動したよ。いやー、これはいいよ、うん、超可愛いんだよ。こんな可愛いんだ、うんうん、パーカーを作るにあたってさ、やっぱ着やすいのがいいじゃん、やっぱ一番は着やすいのがいいなって思って、うんうん、ってなると派手派手しいデザインってさ、うん、着づらいじゃん。そうだね、どこにでも着ていけるってわけじゃない、合わせづらいよね。そうそう、合わせづらいからやっぱこのワンポイントの、うん、こういうのがやっぱ一番いいのかなって思って、ね、こういう風にしました、うん、まあ、シンプルなのがいいとはいえ、うん、やっぱこだわりたいところはこだわりたい、うんうんうん、っていうことでいろんなとここだわりました。はい、こだわりポイントじゃーん、はい、ステッチの色、はい、じゃーん
多分ね、まだ見えてなかったと思うんだけど、そんなにステッチがね、うん、こう違う色の糸が入ってるから目立ちますと、うん、そう、こっちは白、うん、そう、こっちは黒のステッチを入ってます、はい、急に可愛くなるよね。そう、急にカジュアル寄りになるというか、うんうん、可愛さがすごい目立つよね。こだわりポイント2、はい、この紐、うん、紐も何個かあんだよ、うん、世の中のパーカー見てみて、いくつかあるから。で、これもいくつかあって、うん、きしめんタイプにしました。 うちらは絶対きしめんタイプにしたかったの。きしめんがいいのよ、これがやりたくて、うん、で、きしめんのこの太さとかも、そう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 、今回のきしめんでお願いしますみたいな話して決めたの、うん、で、ある程度長さがあるから、うん、ちょうちょ結びもいける。結構さ、結びたい人もいるじゃん、うん、うんうんうん、結んでると可愛いよね。これもいけるな。こだわりポイント3、はい、フードですね。フードですよ。デカめのフードが可愛いんだよ、うん、パーカーって。うちらの、そう、うちらのやつだけどね、うん、だけど、うん、フードがでかければでかいほどここが詰まるっていうことに気づいたのよ、ね、苦しい、苦しくならないイコール重くない生地感っていうことなんだよね。そうなんだよ、軽いよね。そう、本当にこれ見た目、こう動画で見たらちょっと重そうに見えるのかなとも思うんだけど、うん、すごい軽いのよ、この生地。こんな感じ。ほら、わかる？あの時笑ったね。重くないのよ、全然生地が。そうそうそう、やだくなんないと思う。そう、ほら、可愛くない？すごい、結構でかいんだよね、うん、このフードが。頭がこういう感じになる感じで、あたり帽子になってるの。だからこうさ、前から見た時も結構こうフードが大きめに、うんうん、存在感あってさ、うん、可愛いんだよこれが。可愛いんだよ、前から見ても可愛いね。そう、でもこの首をちょっと狭めにしてあるから、うん、ガッてなんない。そう、垂れ下がらない。サイズ感もそうだし、生地の重さ、うん、そうだね、でもこう詰まる感じはないようにしてます。まあ、ついでに言うと、あと全部のサイズ感ね、うん、あ、そうだね、うん、サイズ展開は、うん、トモヤ着てるのが M サイズで、うん、トモヤ着てるのが L サイズ、はい、でも女の子でも L でもまあいける、うん、いける。あのオーバーサイズ気味がいい人は、うん、こっちで結構良かった。うんうん、うん、可愛かったね、うん、それもそれで、うん、サイズでね、こだわったのは、結構カホこういうのがあんま得意じゃないの、うんうん、じゃあね、萌え袖みたいな。萌え袖じゃなくても、うん、萌え萌えぐらいのがちょっとあんま苦手で、不便だなって思っちゃうから、うん、結構ぴったりめというか、うん、伸ばした時にもうカンナでなって、ここにかぶるくらい、両方ね、手にかぶるくらい、うん、ここは、うん、だんだん脇に向かって広がってくる感じで、うん、かわいい。そう、パジャマの時も同じだった。そうだね、うん、あとはこの、こことかね。あ、そうね、あ、見せた。あ、あと見えてなかったけど、ポッケもあるからね、もちろん。ほら、ポッケ重要じゃない？いるでしょ、いるよね、ポッケ、うん、絶対つけたかったのよ。そう、この辺のステッチも色も全部ちゃんと違う色になってるから、目立って可愛いと思う、うん、シンプルに見えるけどめっちゃ細かいんだよ、細かいんだよ。じゃあチラッと見せた、なんとここにタグがあります。はーい、トモカホプレゼンツって書いてあります、うん、いいね、可愛い、シンプルで可愛い、そう、馴染んでる、すごい、うん、前から見える位置にタグをつけました、うんうん、はい、この絵はカオが描いた、うん、やっぱさ、こういうのあると、うん、すごいうちらが作りましたっていう感じがあって、うん、こういうの欲しいなって思ったんですね。そうね、あとシンプルにここにタグがあるパーカーが可愛い、そう、これが可愛いで、皆さんこのパーカーの正式名称覚えてますか？忘れんぼリスのどんぐりパーカー。そうなんです。どんぐり要素ないじゃん、忘れんぼ要素ないじゃん。そうね、忘れんぼだから、うん、忘れてんですよ、どんぐりの場所。あ、忘れてんだよ、はい、だからこう、あれ？そう、あれみたいな顔してんの。そうそうそう、だし持ってないのよ、どんぐりを。こうやってるくせに持ってないっていうことで、うん、なんと、うん、なんとそのどんぐりの場所がじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんここでーすここに入れたのよ。そう、ここに入ってんの。可愛くね。だから忘れちゃってんのよ。このね、フードの後ろにこう入れちゃったから、どんぐりを。いや。っていうやつ。首の後ろにどんぐりがあるんだよね。そう。よくない？この被った時にだけ見える刺繍、どんぐりの。知ってる人にはわかるっていうね。うん、いいでしょ、このね。物語がね、いいと思うんだよ。うん、あのね、トモヤがね、カホが知らない間にそのことを全部決めてたんだよ。このミスは忘れんぼで、どんぐりの絵を入れるみたいな。そう。裏コンセプト的なのが欲しいなって思ってたの、ずっと。うんうん、そういうの好きなの、僕。そうね。そう、だから、
入れてみました。いいですね。いいですね。とても気に入りました。うん、あと言い忘れてた。これ裏起毛です。あ、そうです。裏起毛です。ワクワクだよ、本当に。これね、あったかいよ、すごい。だからこれからね、冬でもあったかく着れるかなって。そうね。思います。あとはここのすぼみ加減とかも。銀のやつとかね。あ、そう、輪っかにするかどうするか、うん、そうそうそう。生地も自分たちで選んだし。そう。この紐一つで喧嘩したからね。そうそうそう。サイズ感もそうだし、生地感でも、着心地がいい感じになったかなと思います。嫌、ね、うん、だくならない、うん。自分たちが欲しいのを作るっていうのがさ、うん、やっぱ大事じゃん。そう、大事。そう、だから、めっちゃ着たくなるようなものを作りました。うん、はい。かわいいね。かわいい。最高。これできたらよくない？うん。いいよね。あ、すごい。色合いが、色合いがね。かわいい。あ、でね、これ今赤がベージュ着て、トモヤが墨色着てるから、うん、それだけかって思うかもしれないけど、違くってレディース M サイズでベージュ墨色、うん、L サイズでベージュ墨色あります。あります、うん、ご安心よ。それぞれ2色、うん、それで、うん、あのみんな下にどんなの合わせるかなと思って、うん、まあ、参考程度にいろいろ写真を撮ってきました、うん、はい、顔的にベージュはスカートと結構合うと思う、うんうん、かわいい感じで着れる、うんうん、でパンツはまあどっちでもいけんだけど、うん、墨色の方がまあ顔的には好き、うんうん、まあ、でもこのシンプルな感じだからさ、本当にどっちでもいい、どっちでも合う、何でも合う何でも合う。そう、そう、あとカラーパンツとか、うん、色のあるスカートにも全然合うし、うん、あと同色系もすごい可愛い。あ、いいね、うん、ベージュにベージュのスカートとか、黒に黒のズボンとかね。これいいんだよね。そう、これ真っ黒じゃないから、うんうんうん、ちょっと違うからいいのよ。黒黒でも黒ずくめにはなんない。そう、なんないのよ。カホが身長157センチで、トモヤが173センチなんだけど、うん、160センチ台の女の子とか、180センチ台の男の子とか、迷うと思うんだよね。迷いますね。こんな感じかなって。うん、今回はなんと先にね、はい、事務所の人に来てもらって、来てもらいました。写真撮ってきました。はい。それがこちら。はい。160センチ台の女性が来たやつだね。そうだね。うん、M と L それぞれ着てもらったんだけど、うん、まあ、本当にどっちでもいける。いけるね。から好みだね。好み、うん、大きめに着たかったら L 着ればいいし、ぴったしの方が良ければ M サイズ着る。そうですね。で、写真いっぱい撮ってきたんだけど、うん、インスタグラムの方にも載せようと思ってるから、うん、そっちだったらすぐボボンって見返せると思うので、うん、そっちもよかったら見てみてください。はい。次が180センチの男性が着たらこうなります。これは L だね。うん、その人でも着れるサイズ感ですね。ぴったしって感じ。本当にジャストサイズで着る感じ、うん、ね、いや、いいのができたよ本当に、うん、かわいい。かわいい。着やすいぞこりゃ。着やすいね。こちらめっちゃ着るから。これはめっちゃ着る、うん、ということで一つ目は忘れんぼリスのどんぐりフーディーでした。はい。じゃあ二つ目。はい。二つ目、逆立ち羊のふわもこアウターです。わあ。すげー。なんだこれ。かわいい。なんだこれ。ちなみに中ね、入れ替えてみました、色。はい、うん、ガベージ着てみました。そう、黒着るとまあこんな感じだね、うん、で、それに、はい、完全に合う。この組み合わせ最強でしょ。最強。このフードのサイズ感合うでしょ。合うね、かわいい。なんと、うん、逆立ちの羊です、うんうん、すいません、今回僕の絵が。そうだから今回はこの2種類出すんだけど、はい、両方トモヤの絵のメインで ね、 ですね。この逆立ちの羊っていうのは、うん、うちらがね、YouTube を始めたての時に生み出した動物なんだよね。動物なんですね。だから2年半以上前、うん、そう、一番最初のグッズが逆立ち羊のT シャツだったの。そう、2年半越しに、はい、リニューアルというか、はい、待望の新作。大進化だよ。 T シャツからこんなアウターになっちゃって。そうです、そうです。その時買えなかったって人も今回ね、羊グッズです。待望の。そうなんです。これを作ろうと思ったのは、うん、やっぱモコモコアウター欲しいなっていうところから始まるの。うちらがね。うちらがめっちゃただ欲しい。うちらが欲しいなっていうところから始まるの、うんうん、じゃあ何の動物で作るって、うん、うちらはなるんですよ、うんうん、その時に、うん、こういうこの白っぽい色でモコモコにしたら羊じゃねってなったんですよ。普通にこれ羊じゃん。見てこれ、羊着てんの。逆立ち羊になれちゃうよ、まあ、アウターです。そうね、なれちゃうよっていうね、はい。顔的にいいポイントは、うん、この生地感がすごいいいのよ。モワモワが細かいの、うん、ですごい柔らかいの、うん、いろんなモコモコのアウターってあるじゃん、うん、このように、うん、なんか僕はあんま見たことがない生地感なんだよ。本当にそうなの。そう、別の持ってるけど、あれはもっと粒がでかくて、そうそうそう、ちょっと固めなんだけど、うん、これは柔らかいの。なんかね、もっちりしてんのよ、うんうん、すごい、ね、こうもちもち。これ触ってほしいな、みんなに。こう買う前に触ってほしい。ね、
みんなの違うんだよ、生地感が、ね、生地もそうなんだけど、うん、色味ね。そうね、あのね、うん、僕言いたいんだけど、うん、あの羊ってさ、真っ白じゃなくない？そうだね、この間夏見に行ったね。そうそう、夏見に行った調査しに行った。案外結構黄色いのよ、黄色い、あいつら。黄色い。そう、だからちょっと黄色っぽい白。白の服って結構さ、選びづらいじゃん、うん、汚れるかも。そうそう、汚しちゃうからね。でも黄色いから、もともと若干黄色っぽいのよ。そうそう、そういうとこもこだわってます。そうだね、リアルな羊よね。そう、あとはこの内側じゃない、やっぱ内側だね。内側とポッケの色じゃない。そう、なんていう色ですか、これは。緑、うん、青、明るいよみたいな感じの色です。はい、可愛くない？可愛い。こんなさ、合わせ方してるやつあんま見たことなくない？あんまないよね。けどさ、めっちゃ合うのよ。トレーナーがシンプルな色だから、うん、余計差し色として可愛い。差し色。この色選んだ理由は、うん、あのコアラパジャマから引き継いだっていうイメージ。そう、前回のグッズがね、うん、そのパジャマでこういう色だったんですよ、うん、そうね、関連性がちょっとね。そうそうそう。で、あとめっちゃ細かいとこで言えば、うん、このチャックのこの隙間の布の色とか、うん、そう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 もうそもそもこのチャックの形とかね、素材とか、そう、素材とか、こことかね。そうね、何よりここでしょ、はい、逆立ち羊さんですよ。そう、あえて一色にしました。そう、あえて一色。あの、この子は別に目立ちたがりじゃないから、ね、そうそう、もう十分もう目立ってるから、ここでここにいるからいいよね、馴染んでてね。いや、いいんだよ、うん、で、この困り顔はちゃんと継続させていただいて、僕が描いたね、うん、また皆さんにまだ見えてないポイントがあります。そう、言ってないことだね、はい、そして最大のポイント、はい、はい、それが、じゃーんここにやつがいます。見た、この顔、顔だけここにいます。顔だけここにいる。そう、ここに顔だけがある。そう、体はどこってあるね、うん、ここ全部が体なんですよ。こう着るじゃない。そう、で、こうなると、うん、顔が逆さまなんだよ。そう、つまり逆立ちしてるんですよ。そうなんですよ。ここまでね、うちら本当に考えたんだ。しょうもないよ、しょうもないところ結構考えた。ここだ。みんなにやってほしいのは、うん、手に持ってさ、写真撮ることとかあるじゃん、うんうん、そういう時に映り込むの。そう、映るのよ。ふとした時にこう、そう、この顔と目が合う。そうそうそう、ちょっとほっこり。そう、ほっこりする。あと写真イエーイって撮った時、うん、微妙に写る。そう、微妙に写る。全面ではなくちょうどいい感じで写ってくる。写る。本当にこっちもね、サイズ感はこだわりました。そう、ね、うんうん、中にこの分厚いのトレーナーとかを着るっていう想定でちゃんと作ってるから少し大きめです、うん、ゆったりしてる。そう、丈とかもね、お尻半分っていうか、半分ちょっと上かな、ぐらいで、うん、長すぎず、短すぎずっていう風にしてますね。なんだけど、うん、袖は長くしすぎず。そうそうそう、そう、さっきも言ったけど、萌え萌え萌え袖って嫌いだから僕も。そうそう、だから、うん、長めではあるんだけど、うん、ここキュッとしたのよ、うんうんうん、することで落ちないのよ。そうね、親指が出るぐらいなんだね。そう、だけど、こここで止まるの、うん、だからここでちょっと余るの。ポタッとする。ポタッとする、うん、それがいいよ、ね、いいじゃないの。それがいいんだよ。そうでね、なんとカホの方ね、うん、まだ調整中です、ね、そう、こちらサンプルです。はい、で、こっから4センチ伸びます、うん、今の長さからね。正規品っていうか、うん、ちゃんとした長さのやつ届いたらまた改めてインスタライブとかで紹介しようと思うんだけど。そうね、ギリギリまでね、やり取りを重ねた結果間に合いませんでした、はい、かなりちょうどいいと思う。ちょうどいい、うん、けど、その、うん、全体のシルエット感はちょっと大きめというか。そうだね、写真をね、撮って見るたびに、え、めっちゃ可愛い。そう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 、すごい言ってて、ね、でかはやっぱ後ろ姿がお気に入りなの。すごいいいよね、うん、色違いのね、フードが出てる感じが、そう、ここだけ出てね。そう、すごいね、よかった。いいわ、めっちゃいいよね。本当に悪いとこ何にもない。ない。今年の冬はもうこのパーカーとこのアウター着れば、うん、そうね、もういいのよ、これで。あったかいよ、全部締めたらあったかいぞ。あったかいぞこれ。まあ、触り心地とかさ、うん、そういうのって大事じゃん。大事、うん、最近すごい思うんだよね、うん、着心地とかそういうの、ね、そこまでこだわりをね、尽くして、はい、やりたいこと全部やったっていう感じのお洋服となっております、うん、はい、ということで今日は2つの商品を作らせていただきました、はい、でね、みんなその販売方法、はい、
気になると思うんですよ、はいはい、今まで基本的に先着っていうか、うん、そういう販売方法をさせてもらってたんだけど、うん、なんと、はい、今回、はい、最初から、はい、全て受注生産とさせていただきます。本当にやったー、やったーね、受注生産の嬉しいところは、はい、欲しいっていう人みんなにね、はい、絶対届くこと、絶対みんな買えます、うん、そう、今まで買えなかったっていう連絡とかをすっごいいただいてて、うんうん、うちらもさ、あーなんか、うん、ちゃんと届けてあげたいなとかさ、そうそう思ってたので、うん、今回話し合って受注生産っていう形を出していただくことになりました、はい、これもね、今までのグッズをみんなが買ってくれたから、うん、そう、あの速度でそう、あの速度で買ってくれたおかげで、うん、こういう形も取ることができてます。そう、本当にありがとうございます。ありがとうございます。なんでね、うん、欲しい人全員ゲットできます、うん、必ずゲットできます、うんうん、あの忘れたりしなければ、忘れたりしなければめちゃめちゃこれ、うん、この受注期間中もめっちゃ言うから、うん、忘れないはず、はい、販売開始日は、はい、なんと、はい、もう今からです。あ、今今です。そう、11月23日のこの動画が出てる19時から受注販売が開始してます。はい、もうしてます。だからそう、もうページ見れます、うん、あ、でも最後まで見て、まだ説明いろいろあるからね。で、その販売サイトは概要欄にしっかり貼っておくので、うん、そこから飛んでもらえればすぐだと思います、うん、はい、事務所のね、ビットスターストアっていうところで販売をします、うん、はい、期間、販売期間は12月5日の23時59分まで、うん、そうだね、うん、じゃあ次は金額の方ですね、はい、まずこちらのフーディーの方、はい、フーディーの方は税抜き6500円となっております、はい、そしてこちらのふわもこアウターの方ね、はい、こっちは税抜き8000円です。はい、ちょっとね、正直お高い買い物になるかと思うんですけど、 ね、うん、でも絶対後悔しないと思います、はい、そこまで頑張って作りました、はい、こだわりたくさんなので、うん、よかったらお願いいたします。お願いいたします。で、発送日なんですけど、うん、今回受注生産という形なので、はい、受注もらってから全員分作るのでちょっとお時間をいただきます、うん、はい、なのでお渡しできるのが来年の2月上旬から中旬ぐらいまでになると思います。はい、こちらは本当お時間かかってしまってすみません。すみません。で、今回ですね、うん、まあ、ちょっと2つともお値段高いし、うんうん、僕らから買ってくれてありがとうっていう気持ちを込めて、はい、このグッズを買ってくれた方に特典としてステッカーがついてきます、うん、はい、無料で。そうです、うん、で、そのステッカーは2種類あって、うん、ランダムでついてきます、うん、だからもしこれセットで買ってくれた人には2枚届くけど、うん、もしかしたら被るかもしれないそう、ね、し、それぞれが来るかもしれない、うんうんうん、それも楽しんでもらえればなと思います、はい、うん、どんなデザインかは届いてからのお楽しみということで、うんうん、今はちょっと秘密にしておくんですけど、はい、いい感じのステッカーがついてきます、うん、はいはい、今回のこのフーディーとアウターの評判が良かったら、うん、これからまた春とか夏とか作っていけるかと思うので、うんね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。今回受注生産ということなので、うん、再販の予定はありません、はい、なのでこの期間中にね、うん、ぜひ欲しいと思った方は忘れずにお願いします、はい、お願いします。何か確認したいことがある方はインスタグラムの DM とかではなくって販売サイトの問い合わせの URL を概要欄に貼っておきますので、そちらから質問を送ってくださると嬉しいです、はい、支払い方法はクレジットカード払いとコンビニ払いもあるので、クレジットカード使ってないよっていう人もそちらで払えると思います、うん、あと海外発送はお受け付けしていないので、日本の実家のに届けてもらってそこから送ってもらうなどしていただけたらと思います。ということで今回はともかほ第4弾のグッズの発表でした、はい、いや今回もね本当に大満足なものができたので、うんうん、ぜひ皆さんの元にねお迎えしていただけたら嬉しいです、はい、でさっきも言ったんですけど、うん、もう今から買えますんで、うん、URL からリンク飛べば買えますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、めでたしめでたし、うわーうわー。